はい、皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、リーンゲインズの実践上級編ということで、まあ、だいぶ内容が複雑になってきますので、ホワイトボードを使ってですね、ちょっと字を見ていただきながら解説をしていきたいなと思います。まあ、やっぱり一番大事になってくるのは栄養、食事に関することなので、今回の説明も食事がメインになってくるんですけども、初級編の時はカロリーだけとりあえず気にしてくださいね。中級編の時はじゃあそれに加えてタンパク質の量をしっかり意識しましょうっていうところに行ったんですけど、残り脂質、炭水化物の量もしっかり決めてですね、三大栄養素すべての量をしっかり決めて頑張って取っていただきたいなというのが、上級編の、まあ、大まかな内容です。では、細かくですね、各栄養素どれだけ取っていけばいいのかっていうのを解説をしていくんですけども、まあ、ここでは分かりやすくですね、体重80キロの男性がリーンゲインズをやるとしたらということで、各栄養素の量の決め方を解説をしていきます。まあ、まずカロリーはですね、体重 ×30 で2400キロカロリーで設定をしてあります。はい、まあ、ここは大丈夫だと思うんですけども、次タンパク質ですね、体作りにおいて一番大事な栄養素です。こちらは体重 ×2g、 体重1キロにつき 2g を取っていただきたいので、体重80キロの男性の場合は 160g のタンパク質を、取っていただきたいなというところですね。まあ、目安でいくとお肉かお魚が、まあ、手のひらに乗るぐらいの量ですね。まあ、調理前生の状態でですね、まあ、これぐらいの大きさで、100g です。でこの 100g 中にタンパク質 20g ぐらいざっくり入っていると思ってください。なので、まあ、1日の食事例で例えるんであれば、お肉かお魚、500g、手のひら5枚分、はい、で、タンパク質 100g で、それプラス、プロテインを1日3回飲んで、タンパク質 60g、 これで、タンパク質 160g です。結構多いと思いますよね。はい、なのでリンゲインズの場合はそれを8時間で食べなきゃいけないので、予想以上にですね、1食あたりの食事量って多くなるので、こんなに食べていいのって最初思う方も結構いらっしゃるかなと思いますけども、それだけタンパク質っていうのは体を作っていくのに大事な栄養素なんだっていうのを理解していただいて、しっかり摂るようにしてください。タンパク質が決まったら、次は脂質の量を決めていきます。脂質っていうとやっぱり油なんで、悪いイメージ持ってる方たくさんいらっしゃると思うんですね。脂質取ると太っちゃう、油取るとこう健康に悪いというイメージ持たれてる方いらっしゃると思うんですけども、脂質もですね、タンパク質、炭水化物と並んで三大栄養素と呼ばれているだけありまして、本当に体にとっては必要不可欠な栄養素なんですね。まあ、体のホルモンですとか、脂溶性のビタミンを体に運んでくれたりだとか、非常に体にとって大切な役割を持っている栄養素ですので、減量中であってもゼロにするようなことはあまりおすすめはしません。しっかり減量中であっても量を決めて摂っていただきたいと思います。じゃあどれぐらいの量を摂ればいいのかっていうところなんですけども、この設定したカロリーの 20% が目安になります。この人の場合は2400キロカロリーの 20% で、480キロカロリーを脂質から摂っていただきたい。 480g じゃないんで間違えないでくださいね。480キロカロリーです。じゃあこのカロリーをグラム数に換算をしていくんですけども、脂質っていうのは 1g あたり9キロカロリーあります。タンパク質、炭水化物は 1g あたり4キロカロリーなんですけども、脂質だけはカロリーが多くてですね、 1g あたり9キロカロリーありますので、この480を、まあ、9で割っていただきまして、だいたい 53g ぐらい、これぐらいの量は最低でも摂取していただきたいなと思います。最後炭水化物なんですけども、炭水化物は1日の摂取カロリーからタンパク質のカロリーと脂質のカロリーを差し引いた数字、この残りのカロリーを炭水化物から
取っていただくということになります。タンパク質が 1g あたり4キロカロリーなので 160×4 で640キロカロリー、脂質が480キロカロリー、まあ、この数値を2400から引いていただいた残りが1280キロカロリーになりますので、この1280キロカロリーを炭水化物から摂取していただく。 1g あたり4キロカロリー入ってますので、4で割っていただいて、だいたい 320g の炭水化物。炭水化物なんで、これもお米 320g とかではなくて、炭水化物で 320g なんで、間違えないようにしてください。だいたいですね、炊いたお米だと、まあ、水分量によって上下はするんですけども、だいたい 800g 炊いたお米でですね、2合半とかそれぐらいの量です。結構多いです。まあ、上級編の場合はしっかりジムに通ってハードにトレーニングをされてる方っていう前提のもと、あとはなるべくこう健康を害さない数値からちょっとずつ始めていきたいというところで、まあ摂取カロリーは高めに設定をしてあるというところもあるんですけども、それぐらいしっかり食べてしっかり運動をして、痩せていく、体脂肪を落としていく、まあ、筋肉は落とさないようにしていくっていうのは非常に重要になってきますので、皆さん意識をしながらやっていただければなと思います。最初はですね、こう全部こうきっちり測ってやるの面倒だなって思う方もいらっしゃるんですけども、やはりですね、体を変えていこうと思ったらこういった食べるものの計算っていうものからは逃げられません。やっぱり自分の力で減量をやっていこうと思うとですね、やっぱりこういう計算も自分でやらないといけないんですね。パーソナルトレーニングとかでトレーナーをつけてやるんであれば、こういう面倒な計算も全部トレーナーがやってくれるんですけども、やっぱり自分で食事をコントロールして体重、見た目を変えていけるようになるためにはですね、やっぱり最初は面倒でもこういった計算をしっかりしていただくのがどうしてもこう必要不可欠になっていきます。まあこれですね、半年とか1年とかやって慣れてくると、どんなものをどれだけ食べると自分の体がどう変化していくかっていうのが分かってきます。まあ僕なんかは競技を4年やってまして、まあ今年5年目になるので、こういう面倒な計算しなくても、まあ減量入ろうと思ったら、あ、じゃあお米これぐらいにしとこうかなとか、そんなレベルでだいたいちゃんと落ちててくれるんですね。皆さんもしっかり慣れてきて自分のペースがつかめてくれば、その感覚でちょっとこう減らしたり増やしたり、そんな感じでしっかり成果が出せるようになるので、そうなるまでの間の辛抱だと思って頑張ってこういった三大栄養素の計算やってみていただければなと思います。そして、次トレーニングになるんですけども、今度はしっかりですね、バーベルですとかダンベルを使ったトレーニングを週に最低でも3回以上、理想はまあ4回ですね、やっていただいて、しっかり全身まんべんなくバーベルダンベルで鍛えていただく。マシンはマシンでね、すごいいいところあるんですけども、バーベルとかダンベルを使ったトレーニングの方が一度にこう使う筋肉の量が多くなるので、それだけですね、トレーニングの効率も上がります。なのでちょっと勇気を出してですね、バーベルとかダンベルを使ったトレーニングを中心にやっていくようにしてください。足のトレーニングであればバーベルを使ったスクワット、まあ、胸のトレーニングであればチェストプレスよりはベンチプレス、背中のトレーニングでしたらラットプルダウンよりも懸垂やっていただきたいなと思います。あとはバーベルを使ったベントーバーロー、肩のトレーニングであれば、まあ、ショルダープレスのマシンもいいんですけども、ダンベルでショルダープレスしていただいたり、バーベルでショルダープレスしていただいたり、そういったダンベル、バーベルを使ったトレーニングをしっかりメイン据えてですね、やっていただければなと思います。まあこういうカロリー計算とか三大栄養素の計算っていうのはリーンゲインズに限らず、どの減量法でも使える計算になるので、この計算方法リーンゲインズやらない方でもですね、覚えていただいて損はないかと思いますので、皆さんの減量の参考にしていただければなと思います。この動画が参考になったなという方はぜひグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。